山根さん、綾沢ちゃん、そして億万長者合宿じゃないや、何でしたっけ、特別定額給付金、これ関連のね動画を上げてくださってありがとうございます。ずっとね、私もね一人でこの特別定額給付金の第2弾の動画を上げさせていただく中で、そんなことやっても無駄だろうとかいう方もありますし、そんなねもらう根性でどうするんだって方もいらっしゃいます。お金にがめついと言った方もいると思いますけども、それもドンと来いですよ。私もねこれが必要なんじゃないかなと自分で勝手に勘違いしたことを挙げてるのかもしれませんし、何もせずにね黙っているよりかは声を上げるのはただですしね、大した労力じゃないんで、それに比べてね、例えば特別定額金10万円でしょ、これを自力で稼ごうと思ったら結構大変じゃないですか。でもメールを送ってその可能性が開けるんだったらいいんじゃないかなと思うんですよ。というふうなね安直な考えでまた動画の発信をしたわけなんですけどもね。ですのでね、私がねこうやって官邸にメールをしましょうっていうことが気に入らない方はどうぞね官邸にメールしないで、いただいても結構です。もちろんそれは自由ですからね。ただ打つ手が他に考えられないし、お金の給付は欲しいしって方は結構ね送ってくださってるみたいですよね。それからね、これちょっとオチを申し上げますと、前回特別定額給付金って一定の所得水準に関わらない方30万円を差し上げるみたいなことでねスタートしたんですけども、結局これ全国国民に配られることになったじゃないですか。これがなんでなのかってことを思い出してみると、私もそうですけども、呼びかけられてね官邸の方に国民全員一律に10万円でいいから配布するようにしてくださいみたいなメールを送りましょうみたいなことで私も呼びかけられてね、やってみたら本当にそうなったんで、わすげえなと思ったわけですよ。もちろん今回もね同じようになるとは限りませんけども、ただ可能性が上がることは確かだと思うんですよ。そして他に私可能性を上げる方法をどうも知らないんで、みんなでこれに賛同する方、それでなんとかなるんじゃないかな、やるだけやってみようって方は、呼びかけたりねメール送ったりとかってやると思うんで、それだけでも国民の声を届ける国民の義務としては果たせるのかなと思いますよね。中にはね菅に騙されるなみたいな方もいますけども、騙されても全然ね損はしないですから、損をしてもいいわけですよ。もっと言ったら、やらざるを得ないってところですよね。そんなところでね、私もこれからも特別定額金第2弾を求める動画を上げていこうと思いますし、綾沢ちゃんとかね山根さんもいろいろとねこれからもいい動画たくさん上げてくださるんじゃないかなと思いますんで、頑張っていきましょう。とにかく今回ね援護射撃が出たの嬉しかったですよ。やっぱり綾沢ちゃん、やっぱり山根さんだなと思います。それではまた会いましょう。失礼します。ありがとうございました。